ご飯ですよ。の、レコードスリーブサムラ・ママスマンナは、スウェーデンのプログレッシブロックバンド。多くの点で、フランク・ザッパの作詞・作曲スタイルに似ており、天才的なミュージシャンシップと、まるでサーカスのようでありつつ、バカっぽいユーモアを特徴としている。1970年代後半に、反対派勢力運動を起こした創設メンバーの一角を担っていた。1979年に、 フレッド・フリスのソロアルバム、グラビティでバックバンドとして演奏したことでも知られる。音楽的には、カンタベリー・ロックに似ている。オリジナルのラインナップは、ラーシュ・ホルメル、ハッセブル・リュニューソン、ラーシュ・クランツ、ヘンリック・オーベルグ。アルバム、ご飯ですよ。2はジャズ・フュージョン・ギタリストのコステア・ペトレアが参加した。彼らの歌詞はユーモラスなもので、 明確に政治的なものではなかったが、スウェーデンの政治的なプログ運動の最前線にいた。アルバム、資本主義をぶっ壊せ、から踊る鳥人間マイナスのタイトルは、スウェーデン語のフレーズ、クロセコピトレットにかぶせており、これは、資本主義を粉砕せよという意味の1970年代共通のスローガンだった。また、それは、スタチンをコピトレットという、BL、ターゲットによる、 独創的なプログ曲のタイトルにも使われている。プログ運動を深刻なものと捉える面々からは、この軽薄な感じの態度が面白いものとは思われなかった。バンドは長年にわたってラインナップと名前の変更を受けた。名前を変えるたび、彼らは新たなサウンドを再発明した。1999年に、カカというタイトルで一度限りのリリースを行うため、 サムラ・ママス・マンナという元の名前の下でバンドを再結成した。2002年、彼らは再びパフォーマンスと最終アルバム、ディア・マンマ故郷のお母ちゃんのために、今回はドラムに日本のミュージシャン、吉田達也を迎え、また再結成を行った。バンドは2003年8月に、米国のシカゴのシューベイ S で、このラインナップによる最初のコンサートを行った。そして、 ノースカロライナで毎年恒例となっているプログデイフェスティバルでも演奏した。2005年バンドはロシアのモスクワで開催された国際プログレッシブロックフェスティバルインプログ2005のオープニングアクトを担当した。ホルメルは2008年12月に亡くなった。ディアマンマ故郷のお母ちゃんのレコードスリーブ。ありがとうございます。